よくご覧になって。文書はこうして内容で区分した後、重要度、緊急度、時系列順に並び替え、そして期日が迫っているものから処理していく。これが最も効率の良い方法です。お待ちを。我知らずこの文書仕事を片付けてしまったようです。これはあなたの仕事ですよね。エリートオペレーターであるブレイズの資料を一通り釈乱いたしました。ですが彼女の本名、出身地、出生時間に関する記録は一切ありませんでした。存じ上げないとは言わせません。あなたもこちらの統率者の一人なのですから。本当にご存じない？ではどうすれば。いえ、ご容赦ください。あなたを誤解しておりました。どうぞお気兼ねなく。私が関わる案件以外では管内における全ての事象は元から私の眼中にないものと同じですので。ですが私の部屋沿いの通路でまた爆発騒ぎが起これば、犯人の髪を2週間ほど逆立たせて差し上げますので、ご了承を。そのくらいにあればその祭りごとを図るべし、との言葉通り、あなたもロドスの統率者の一人として、その席は決して。また髪が跳ねている。お待ちよ。少々整えてまいります。なんということ。殿下なら今朝一通り整えたはずなのに。今もなお論面であなたたちと出会った時の光景をうっすらと思い浮かべることができます。ブレイズ、あなた、チェン、それぞれが無数の秘密を抱えている。いつの日か解き明かしてみせましょう。秘密を明かすならお互いに。いえ、あなたにはまだ早い。早すぎます。何かあれば私にお尋ねください。あなたが自ら問うてこそ、私は是非を見極め自身が参画すべきかを判断できるというもの。立場を気にする？これは立場とは関係ありません。御師代、代理事、粛清員、どれもただの組織にすぎません。法律は執行されてこそ正義であることを証明できるのですから。ロドスの理念と私の信念には相入れない部分があります。ですが共通点は良しとし、相違点も尊重し合うことの必要性は理解しています。助力することにより情報を得る。この点においても同じです。私の身がどこにあろうと、体内の電流は核も力強く弾けております。雷電は義の象徴であり、それが私を駆り立て、いかなる時でも警鐘を鳴らしてくれるのです。ん？また私が空調を壊したと申し立てた者がいるのですか。無礼な。事実無根です。空調を扱うのに私はリモコンすら不要ですよ。ブレイズの身には大きな事案が関わっていると見ています。全ての証拠は意図的に抹消されていますが、いくつかの身分と時間軸の一致だけでも一連の事件の関係性を疑うに足るものです。あなたは事件とは無関係ですが、ことを未然に防ぐべきです。警告はここまでにしておきましょう。自らの体すら律することができないとは、だらしない。こんなところで眠りこけるとは、まさか私に毛布をかけさせるつもりですか。はあ、次はありませんよ。記者と捜査協定を結ばせていただきました。あくまで私個人としての行動ですので、どうか邪推のなきよう。もし呼び名が必要であれば、私のことをレイズと呼べばよいでしょう。私は誰ですと？どこであったか忘れた？なんですって？なるほど、連平の考え方とは全く異なるのですね。昇進？ああ、栄転ということですね。ロドスの栄転のプロセスは普通の民間企業とはいささか異なるようですね。このレイズ、来訪と立法をこの身に負い、遠国の手と眼、そして理と義を体現せし者。私の理念はロドスと異なるものであり、感染者と健常者との隔たりなど私の気に留めることでもありません。ですが今はあなたと共に戦わせていただきます。ロドスの方の実力を
この総合で見定めさせていただきます。いいでしょう。ただし対価を頂戴いたします。私の指示に従ってください。敵の身分には興味がありませんが、位置につきました。よしとしましょう。わかりました。雷号を聞きなさい。ご聖帝位来い。罪に裁きを。御雷号朝一騎白雷聖法重冠宝炎参加。雷砲の本質は斧が内面と大地を一体化するところにある。よくできました。少しは胸を張っても誰も咎めません。私の基準は厳しいですから。まだまだです。あなたなら素質もありますし、今よりもっとできるはずです。決して現状に満足してはいけませんよ。どういうこと？え、一体どういうことなの？なんたる屈辱。行きなさい。あなたは戻って猛省しておきなさい。私が敵を全て食い止めますから、もう行きなさい。充電用のコンセントはどちらに？無礼な行動は慎みなさい。あ、大丈夫ですか？私の電流には気をつけてください。アークナイツ、怠慢は禁物です、ドクター殿。